めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。去年の7月の28日に、あることが始まりました。さてここで問題です。そのあることとは何でしょうか。3、2、1、はい、ブブー。まあ分かんないと思うんですけども、ブログ始めたんですよ。ブログ、特に何の日とか全然関係ないです。なんとなく始めようかなと思って始めたのが7月の28日でした。そっから毎日毎日、土日祝日、お盆も元旦も全然関係なく毎日毎日とにかく毎日続けようと思って、やってきました。でまあ今日まで続いてるわけなんですね。で、プラスですね、今から数えると、まあ、20日ほど前、ちょっと日は覚えてないんですけども、メルマガも始めるようになりました。これも土日祝日、お正月、まあお正月まだ来てないですけど、関係なく発行しております。毎日毎日発行しております。まあ何を書いてるんやと言いますと、まあ基本的には楽器のことを中心に、音楽のことを中心に、日頃の生活の中で、ああ音楽ってこういうことあるよね、レッスンってこういうことあるよね、ピアノってこういうことあるよね、みたいな話を、ちょっと、書かせていただいております。まあめちゃめちゃお役に立つかどうか分かりませんけども、それなりの、まあ、ボリュームもありますし、毎日読んでいただければ、まあ楽しい時間がちょっとだけでも過ごしていただけるんじゃないかなと思いながら、毎日書いておる次第なんですが、まあまだメルマガがね、本当始まって20日ほどなので全然登録者の方がいらっしゃらないんですよ。まあ別にいてもいなくても毎日書くんでね、どうでもいいんですけども、でもできれば読んでいただきたいなというのがありまして、こうやって動画を撮ってるわけでございます。メルマガ、今更メルマガって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、いやまあいいんですよ。メルマガとにかく始めたんで、よかったら登録してください、お願いします。多分この動画のエンディングとかこの辺りに多分何らか出てると思いますんで、それを元に登録していただけると本当に嬉しいです。登録していただいてね、届くからといって毎日毎日こうメールで感想が届くとかそんなこと考えてませんし、まあ、2日に1遍ぐらい読んでいただいたらいいかなと思ってるぐらいですので、まあ、気軽な気持ちで、ちょっと受信箱にね、僕からのメールが1通お邪魔することになりますが、それでもいいよという方はぜひご登録いただければと思います。単純に読者数が増えることがこっちのモチベーションになりますので、まあ、なくても続けるんですけどね、何回も言いますけども、別にゼロでも続けるんですけども、でもやっぱりある方が嬉しいので、優しいあなた、ぜひぜひメールアドレスを登録していただければと思います。メールアドを登録していただいたからといって急にこう売り込みのメールバン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 行くとかそんなこと全然ございませんので、あくまでもメルマガだけを粛々と送り続けますので、その辺はご安心いただければと思います。というわけで、まあ、ブログとメルマガのご案内なんですけども、ブログの方はまあ毎日毎日書いていまして、もうこれで半年以上続けてますのでね、多分これからも続くと思います。メルマガもきっと続けていけると思いますので、ぜひどうか続くかと思いながら、生温かい目で見守っていただければと思っております。ぜひぜひメールアドレスの登録よろしくお願いいたします。ほんまによろしくお願いいたします。もっぺん言っときます。よろしくお願いいたします。